日本には多くの伝説が残っています。日本神話の元となる危機には本当か嘘かわからない伝説的な出来事が多く残っています。そのうちの一つで金塊石という石の伝説があります。この石のおかげで古代女帝と言われた神宮皇后の朝鮮出兵が成功したというのです。こんにちは、藤吉田です。今回はそんな伝説の石金塊石について動画にしてみました。今回もクイズ形式です。全2問、皆さんはいくつ答えられるでしょうか。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。神宮皇后の遠征を支えた伝説の石。古来日本ではあらゆる自然物に神が宿ると考えられていました。神が宿ればその自然物は御神体となります。その御神体の一つが岩石です。日本各地の神社に行けば石が御神体として祀られていたり、石にまつわる伝承が残されていたりということが非常に多いです。そして自然が人にとって畏怖の対象だった以上、人知の及ばぬ不思議な伝承も残っています。その一つが危機の世界に登場する金塊石と呼ばれる石なのです。金塊石は懐妊を鎮める石を意味し、具体的には出産を延期させる力があると伝えられています。そうなのです。古代女帝の神宮皇后が子供の出産を遅らせるために用いた石なのです。神宮皇后は夫の死後、女性の身でありながら大和政権のリーダーとして朝鮮半島の新羅の討伐に乗り出しました。神から子供を授かるというお告げを受けてはいましたが、皇后が亡き夫の子を宿していることを知ったのは遠征中でした。それでも彼女は引き返さず、母子一体となって海を越えました。出征の際には皇后は髪を男性のように水らに結っていました。髪全体を頭頂で左右に分け、それぞれ耳の横で輪を作って束ねた古代貴族のヘアスタイルです。しかし見た目が勇ましい男性でも子を宿している以上、出産日は迫ってきます。臨月ともなれば体の自由が利かず、遠征に支障が出るのは必至です。そこで皇后は体を張った行動に出ました。石を2つ腰に巻いて腹部を冷やすことで出産を遅らせようとしたのです。結果皇后の海月は伸びに伸びました。女性の平均的な妊娠期間は9ヶ月強とされていますが、皇后はそれをはるかに上回る15ヶ月もの妊娠期間を維持したというのです。この間に皇后は新羅の平定に成功します。筑紫の国、今の福岡県に凱旋を果たすと、後に15代天皇となる応神天皇を産むのです。ちなみに皇后が出産した地は海と呼ばれるようになり、現代でも福岡県海町として残っておりますが、それは海から転じた地名であると言われています。そして神宮皇后の遠征を支えた石は後に金塊石と称されるようになったのでした。さてここで問題です。神宮皇后は三寒征伐という朝鮮に攻め入ったことで有名な皇后なのですが、神宮皇后が朝鮮に打って出た理由は何でしょうか。1、内政がうまくいかず朝鮮を敵とし国をまとめるため。2、世界征服を考えていたから。3、
より広い大地を求めたため。4. 神の信託を受けたから。それではお考えください。答えは4の神の信託を受けたからです。神と交換する能力を持っていた神宮皇后は熊祖より朝鮮の新羅を起伏させよとの信託を受けます。日本書紀によれば信託は次のようなものでした。熊祖は荒れて痩せた地である。どうして兵を挙げて撃つ価値があろう。この国よりも優れたまばゆいばかりの宝であふれた国がある。その名は新羅国という。もし私をよく祀ってもらえるならば刀を血で汚すことなくその国を必ず起伏させることができるだろう。そして熊祖もまた服属するであろう。そこで神宮皇后は皇后という立場にありながら海の向こうの異国新羅への出兵を行い朝鮮半島の広い地域を服属下に置いた三官征伐を行うのです。三官とは当時朝鮮半島にあった新羅、高句麗、百済の三国のこととも言われますが、もともと古代朝鮮半島南部を割拠した朝鮮民族漢族の呼称で、3世紀半ば頃朝鮮半島南部が馬漢、卓漢、弁漢または弁心の3つの国に分かれていたことがその名の由来とされています。あの有名歌人も珍海石を見た。その後珍海石はどうなったのでしょうか。古事記には衣服にまとわれた石は筑紫の国の糸村にありとの記述があります。糸は現在の福岡県糸島市だと推測されており、同市の珍海石八幡宮には皇后が出産後に石を奉納したという伝承が残されています。出産を遅らせる石など存在するはずがないと思ってしまいますが、ある歴史上の人物が珍海石を目にしその詳細を記録しています。その人物が奈良時代の歌人山の上のオクラです。オクラは万葉集の中で糸郡の海の望める丘に二つの石ありと記し、珍海石の形状に言及しています。当時の釈官法で記されているので詳細は不明ですが、現在のメートル法に置き換えると一方の石は長さ約37センチメートル、周囲約55センチメートルで、もう一つはこれをやや小ぶりにした程度だといいます。二つの石は鶏の卵のような形で、その美しさは口では言い表せないといいます。さらに村を通る旅人はみんな一様に神宮皇后を偲んで石を拝んでいくとオクラは伝えています。もちろんこれが神話に登場する珍海石と同一のものであるとは考えにくいです。それに2つの石の重さは合計で20キログラム前後と見られており、女性が身につけるにはかなり重いです。それでも珍海石は他の書物にも記録が残っています。筑紫の国不動記にある珍海石は白色でよく磨かれていたといった記載があるそうです。加えて筑紫の国不動記では臨月の妊婦が出産を遅らせるため石を腰に挟む風習がある旨を記し、その由来を神宮皇后の逸話に求めています。しかし石は江戸時代には消失したとされ、残念ながら真の姿を見ることはできなくなってしまいました。さてここで問題です。神宮皇后と結婚した忠愛天皇の父親は日本神話においても有名な人物です。それは一体誰でしょうか。1神武天皇、2大和尊、
3. にぎにぎのみこと 4. 仁徳天皇。それではお考えください。答えは2の大和尊です。神宮皇后が活躍したとされる時代は諸説ありますが、天皇を長とする大和朝廷がその勢力範囲を徐々に拡大していこうとしていた時代、大和尊の父で12代景行天皇が崩御した後、息子の聖武天皇が皇位につきますが、子宝に恵まれず、聖武天皇の異母兄弟である大和尊の子が皇太子となります。これが神宮皇后の夫となる14代忠愛天皇です。神宮皇后は忠愛天皇の即位後2年経った時、皇后として迎えられています。いかがでしたでしょうか。日本神話には伝説的な事件や神事や自然物が多くあります。現代では信じられない事柄ばかりですが、嘘とも言い切れません。なぜならないことの証明もまたできないからです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。